ジャニーズ事務所の危機平野潮神宮寺ゆうたと米飛べ合流始まる遺跡の連鎖連鎖。今年5月22日、ジャニーズ事務所を退所した平野潮と神宮寺ゆうたが、滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社飛べに合流する可能性が浮上しています。これにより、ジャニーズ事務所にとっては壊滅的なインパクトをもたらす可能性があると言われています。 報道によれば、平野は新たな事務所を立ち上げ、神宮寺は戸部に所属する形となり、二人は戸部とエージェント契約を結ぶ予定です。この合流が実現すれば、ジャニーズグループ内での動きや、戸部がまだ公表していないデビューするアーティストにも注目が集まります。戸部とは何か戸部は滝沢秀明氏が手掛ける新しいアーティストプロデュース会社であり、 これまでの報道によれば、まだ公にされていないが、大手レコード会社より2組のアーティストをデビューさせる契約がすでに決まっているとのこと。平野と神流寺の合流に加え、ジャニーズ事務所を退所したタレントたちの動向にも注目が集まっています。滝沢氏とのタッグ、シクストーンズ所属レコード会社との関係。 滝沢秀明氏とのタッグを組むレコード会社は、シクストーンズが所属する業界最大手のレコード会社と目されています。岩橋玄樹が金プリを脱退した際にも、ポニーキャニオン系列からリリースを行ったことが業界に衝撃を与えました。この情報から見ても、滝沢氏が手掛けるアーティストに対して業界が期待を寄せていることが伺えます。ジャニーズグループの危機 平野と神宮寺の遺跡が実現すれば、ジャニーズグループ内での連鎖反応が懸念されています。すでに脱退や退場の噂が流れているシクストーンズやラビスジャパンなど、滝沢市に近いグループやメンバーが渡米への遺跡を視野に入れる可能性が高まっています。特に、ジャニーズ事務所が後ジャニー北川氏の性加害騒動で危機的状況にある中、 渡米の遺跡が加速することで事務所全体が大きな変革を余儀なくされる可能性があります。ジャニーズ事務所の現状。ジャニーズ事務所は昭和の時代から現在に至るまで元ジャニーズの芸能活動に対して様々な障害が存在してきました。ジャニーズグループはメディアへの影響力が強く元ジャニーズの活動を阻止する傾向がありました。これに加えて ジャニーズが各大テレコード会社と提携しているため、元ジャニーズが独立後にメジャーレーベルからのリリースが難しい状況が続いています。滝沢秀明氏が戸部を設立し、元ジャニーズたちに新たな活動の場を提供することで、これまでのジャニーズ事務所によるジャニーズ忖度を打破しようとしていると見られています。ジャニーズ事務所が小ジャニー北川氏の性加害騒動に揺れる中、 平野氏用と神宮寺優太が飛べに合流する可能性が浮上しています。この動きが実現すれば、ジャニーズグループ内での退場ドミノが始まり、事務所全体に大きな変革が訪れる可能性があります。滝沢秀明氏とのタッグを組むレコード会社はシクストーンズが所属する業界最大手と言われ、滝沢氏の手掛けるアーティストに対する期待が高まっています。 これにより、ジャニーズ事務所の従来の監修やジャニーズ損度が打破され、新たな舞台が開ける可能性があります。事態の進展に注目が集まります。